何サンジ君。いや、気のせいか。ん？何か？いや、なんでもね。やばいぞ！おい！なんだ夢か。なんなのよあんた！殺すぞこのくそがりも！ビビったろ！なんだよ！ゾロもまだ空の戦いで疲れてんだよ。おい、何か言ってるぞ。来てくれ、チョッパー。え？さっきからうるせえんだよ、このよそもんが。とっとと寝やがれ、バカ野郎が。なんだと！って俺が言ったんじゃないよ。プレシアード、右舷から風を受けて、左へ180度腕を回す。ウソップ、三角砲、サンジ君、書き取って。任せろ、ナミさん。そう、任せた。人使いの荒い女だ。おい、待て、風が変わったぞ。ウソ！春一番だ。なんで？てめえは雪が積もるまで寝てんじゃねえ。寝た。いくら気候がいいからって全員だらけすぎだぜ。ちゃんと進路は取れてんだろうな。ま、いずれにしろあんた、今までよくものんびりと寝てたわね。起こしても起こしてもグーグーと。気を抜かないで。気のせいか。あのバカ、緊張感ってもんがまるでねえ。おめえら、やるぞ、タクティクス15だ。なに、まさか今ここであれを。ゾロ、グルグル、スタンバイだ。あ、スタンバイ。とにかく俺の足を支えろ。一体何をする気だ。行くぞ。やってやって。ニコロビン、早く左腕にドッキングしろ。ロビン、急げ。来いロビン、俺のようにやれ。いやよ。人として恥ずかしいわ。ちょっとして、人として恥ずかしいわ。2回も言われた。やらねえのか、ドッキングって。なんでお前もショック受けてんだ。ちくしょう、ワクワクしたのに。やれよドッキングが。体の割れ口でシャボンが割れて、それもアウト。気をつけるのは海の生物たちと障害物ね。中からは余計なことしなきゃ大丈夫みたい。そうか、意外と強えんだな。でも
魚人島を目指す船は到達前に7割沈没するので注意。何が起こるんだよ。俺のガトリングにかかれ。あんな魚の群れ全部取れるぞ。じゃあどっちが多く取れるか勝負しようじゃねえか。てめえらナミの話聞いてなかったのかよ。多数なんでもダメだっつってんだろうが。しばき倒すぞ。お前ら二度とすんな。ルフィ、私はあなたの決定に従うけど、海賊の同盟には裏切りがつきものよ。人を信じすぎるあなたには不向きかもしれない。え、お前裏切るのか。いや、やろな。ちっと歌。俺は海岸へ行きたい。釣りをしてんだ。ダメだクソ野郎。なんでだ。なぜ俺がてめえの言うことを聞かなきゃならねえんだ。俺が好き好んでてめえと一緒に歩くわけねえだろ。面倒してんだよ。今からまた島を徘徊されるとよ、この迷子なりも。時期全員集まるから黙って俺と船に来い。ちまったく、7番が一番に偉そうに言いやがって。おい、何来た順番でランキングしてやがんだ。奇跡的に一番乗りだからって調子超えてんじゃねえぞ。ああ悪かった7番。か、大足下ろしてやる。2年間地獄で鍛え上げたこの足で牛刀だこら。真っ二つにしてやる。狙撃の島の狙撃グ。そう、ウソップ君の親友でこの度君たちの手助けをことづかってここにいる。ヒーローだ。マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ。俺はすっげえヒーロー初めて見た。そうか、マントしてるからヒーローなのか。そうだぞ、マントヒヒもヒーローなんだ。本当か。ウソップじゃねえか。ウソップ無事でよかった。フランキーハウスに乗り込んできた長っ鼻だ。兄貴と一緒に捕まった長っ鼻だわいな。だわいな。よろしく。シフトステーションで会った兄ちゃんだ。にゃー、サインください。でもじゃあウソップはどこ行ったんだ。彼は無事、全く心配ご無用だ。とにかく今はロビン君救出に全力を注げと彼は言い去った。確かにそうだ。狙撃の島ってどこにあるんだ。それはね、狙撃の島で君たちの心の中さ。心。俺はどこだ。だるー、この体すげえんだよ。男たちの夢と感動を乗せて今あいつが動き出す。そいつの名はアーマードオレイン。ロボット、おじせチョッパー、興奮で死んでしまうぞ。お魚、掴めそうだぞ。このこっちにもうまそうな魚がいるな。やめっか、てめえら。シャボン玉割れたらどうすんだよ。しばけたこの野郎、二度とすんな。え、あー、そういうこった。海軍が動いてる。ルフィも上陸してるみてえだ。これから42番グローブに3人号を回す。おめえたちもそっちへ急げ。了解。やっちゃ。なんだ。ああ聞いてなかったのか。な、海軍来る。俺たち船逃げる。わかるか。わかるか。なんで片言なんだ。文章で言え。脳が筋肉のバカにはこれぐらいがいいかと。よし、お前後で切る。へいへい。おい、こいつをとっととフランキーのところへ。あいつら一体どこへ消えやがった。
逆だ。え？消えたのはお前の方だ、ゾロヤ。お前もしかしてとてつもない方向音痴なのか？ブーブー迷子剣士。うるせえ。これくらい俺が一人で運んでやる。だったら文句はねえだろうが。時間の無駄だ。また迷子になっちゃかなわれ。てめえ言わせておけば。シャンブルズ。消えた。